昨夜から今朝にかけて県内では火事が相次ぎ3人がけがをしました。いずれも命に別状はないということです。警察と消防によりますと、昨日午後6時5分ごろ、塩釜市赤坂の飲食店で厨房から火が出ていると近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての店舗兼住宅1棟が全焼し、この家に住む54歳の男性が顔や両手に軽いやけどを負いました。当時男性は天ぷらを揚げていたということで、警察は天ぷら鍋から出た火が燃え移ったとみて調べています。また今日午前6時5分ごろ、利府町加瀬の住宅で1階から火が出ているとこの家に住む人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、木造2階建て住宅1棟が全焼しました。この火事で住人の50代の女性が逃げる途中に足をくじいたほか、80代の男性が喉の痛みを訴え、それぞれ病院に搬送されました。